えー、僕のビジネスマインドとかにしましょうか。僕のビジネスマインドをね、あの、全員に全部売るっていうね。全部売るっていう。<laughs> 僕は全部売りたいですね。僕はジャパネット高田、毎日セールスしてるじゃないですか。まあ、テレビショッピング、ショップ級チャンネルとかも毎日セールスしてるんですけど、で毎日セールしても売れてるわけじゃないですか。まあ、そういうのをやりたいですよね。もう毎日セール。なんかその、今までの教育、 まあ概念というか、何すかね。まあ、僕もやりますよ。僕も、その、集客、教育、販売をやるんだけども、あの、ぶっちゃけ、今日セールスして、今日売れたら、もう一番ベストですよね。ビジネスをやる上で。で、その、時間がかかるのがね、時間がかかるのが、要はお客さんとの関係性の時間がかかるわけですよ。で、ここをスパッ、スパって切って、あ この人の商品いいなとか、あ、この人は有料メインなんだみたいな。それでも買ってくれる。だから言うならば、有料商品を売りまくってフィルタリングをするってことですね。だから有料のお客さんしかいてないっていう状態にする。だ無料だけ。要は多分ね、久保さんもこの売り上げが作れる理由って、有料のお客さんがいるからじゃないですか。 まあ、もちろん今は FX だけで成形立てられるのかはちょっとそれはわかんないですけども,も全くビジネスをせず何も商品も1個も売らずね FX だけもしくはまあ仮想図貨他にやってると思うんであれなんですけどそれで成形立てられるんだったらまたそれはちょっとわかんないですそこはねで僕の場合は、まあ、ビジネスメイン9割9分は商品を売って飯食ってるので有料が売れなければもう僕は飯食えないですよだから結局 久保さんもいいてるとは思いますけど、ずっと無料の人もいるわけですよ。絶対買わない人も。これね、絶対買わない人は買わないんですよ。例えば分かりやすい例で言うならば、何ですかね、試食のウインナーを小学生の子と子供たちが食べに来る。じゃあ、小学生の子ってそ,そもそもお金ないしかか、買う気ないですよね。お腹空いてるから食うみたいな。じゃあ、小学生の,その買わないお客さんを1万人集めても、これ、売り上げ上げることは非常に難しいんですよね。 でもあ、なんか美味しいウインナーを探してるっていう人を、こうね、有料でも美味しいウインナーだったら買うよっていうお客さんが集まればビジネスは非常にやりやすいですよね。だ僕の場合はもう、とにかく売っていく、売っていく、そしてフィルタリングをかけていく。あ、で、まあ無料、無料の情報もいっぱいありますんで、まあ無料見たければ無料見ればいいだろうし。 だそのメルマガとかも全部基本的にそのですか有料のセールスしかしてないんですよ。だ他の人とちょっと違うんですよね、そこは。でこれがいいのか悪いのかわからないですけど、少なくともこのやり方で7年目ぐらいに突入しています。今までの常識とは全く違う。もう有料しか売らないっていうね、まあ。たまに無料もやりますけど、ただ無料動画が多すぎるので、無料プレゼントはあんまりやってない理由としては、もうそもそも前に出てる無料動画いっぱいありますんでね。 で僕のビジネスマインドはとにかく売るってことですね。目の前のお客さん、もう全員に売るっていう、まあそんな感じでやってます。ただ、久保さんはもうネクスト、まあ隠居生活してるので、また違う上のマインドセットですよね。僕はもうとにかく全員に売ると。僕が売らなかったら結局他の人から買うわけですから。で僕がこのマインドになった理由としては、やっぱり一回僕を離れてね、他のところを買ってね、 ね、そこが最悪でね、また僕のところに戻ってきた時にお金がないっていう状況が何回もあったわけですよ。いや、いや、しないなと。まるまる買ったらもう全然サポートがなくてね、どのこうのって。そっちにはお金貼るってこっちお金ないみたいな。いや、だったら僕から買ってくれよって話で。<laughs> 結構ね、それ何度もあってね。あ、僕が売ら,な売,売らなくてもどっかでセールスされてるので、どっかで買うんだなみたいな。 で、その買ったものが良ければいいですけど、悪くて僕のところにまた来てね、で、お金ない状態で来て僕やるわけじゃないですか。まあ、サポート全然するけども、僕にはあのビジネスにならないんですよね。だから、それを、それを僕は防ぎたいので、あの、とにかく売るっていうマインドですね。うん。で、僕が売らなくても、結局、どこかしこでもセールスはしているよっていう、まあ、事実もありますし、とにかく僕は売るってことですね。うん。億万長者合宿でもね、 お金くださいって言えるかどうかがまず大すげえ大事ですよっていうお話しましたけどね。お金くださいと。目の前の人にお金ください。お金目の前の人にセールスできるのかできないのか。ここが結構一番第一フレーズ。お金を稼ぐ上ですげえ大事フレーズですよね。久保さんはもう第三フレーズぐらいまで言ってますので。まずこっからっていう場合は、目の前の人にしっかり売る。あのこれが大事ですね。いってらっしゃい。